レアルマドリーに内紛の火種がいぶっている。スペイン、マルカ、が報じた。FW クリスティアーノ・ロナウドはチャンピオンズリーググループ H 第4節でと、テナムに13と敗れた後、今季のメンバーは昨季より経験不足、と述べた。DF ペペ、現ベジクタシュ、MF ハメス・ロドリゲス、バイエルン・ミュンヘン、F、W アルバロ・モラタ、チェルシー、の移籍でマドリーが弱体化したことを認めていた。一方、GF セルヒオ・ラモスの見解は異なる。S、ラモスは、スペインスーパーカップとウェファスーパーカップを制した時と同じメンバー、とタイトル獲得に向けて十分な戦力が整っていると主張した。マドリーはコンカペペ、ハメス、ファビオ・コエントラン、ヒエンスポルティング・リスボン、を放出。彼らは C、ロナウドの良き理解者であった。C、ロナウドはマドリーに加入した2009年以降、最も孤独な状態にあると言える。フロレンティーノ・ペレス会長は、近年スペイン人の若手選手を積極的に補強してきた。DF ダニエル・カルバハル、MF マルコ・アセンシオ、ダニ・セバジョス、イスコラの獲得。で、スペイン人グループが出来上がり、彼らは S ・ラモスの指示に従っているという。S ・ラモスは先日、C ・ロナウドの退団報道について問われ、彼自身に質問してくれ。僕にはわからない、と返答した。ポルトガル代表 FW に手を差し伸べることはしなかった。マドリーで、選手間の、主導権争い、が繰り広げられているようだ。